はい、どうも獣医師のおぶきです。今回もですね、一般犬猫飼い主様たちにとって有意義な情報がお届けできるようにですね、頑張ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。はい、今回のお題はですね、こちらになります。はい、動物病院の選び方、動物病院選びですね。これはですね、結構いろんな考え方があるんで答えはないかなと思うんですけれども、一応獣医師の立場からですね、動物病院の選び方について今回お話ししてみたいというふうに思います。意外とですね、動物病院とちょっとうまく付き合えてないなぁと、うまく使えてないなぁと思う飼い主さんが結構多いなって、最近、仕事をしていて、よく思う場面が多いので、そういったところ、ことがね、ないように、お話しできればなというふうに思っています。で、実際私はですね、かかりつけの動物病院の獣医師になるような獣医師ではなくてですね、いろんな動物病院の患者さんを、夜の間ですね、ピンチヒッターとなって診療する夜間の救急の獣医師なので、いろんな動物病院の患者さんを見る機会っていうのがあります。はい。なので、そういったね、動物病院の選び方、などのアドバイスはですね、一般の他の獣医師さんよりは、しやすいというかできるかなというふうに思っています。はい。一般犬猫飼い主様はですね、特に動物病院との付き合い方や選び方で悩んでいる方はですね、この動画最後までご覧になっていただければなというふうに思います。はい。ではよろしくお願いします。まずですね、動物病院のスタイル、種類なんですけれども、実際今日本でもですね、いろんな動物病院があります。で、私が思いつく動物病院のスタイルとしては、大体、ここに挙げた6つなんですけれども、1つは一次病院ですね。一次病院ってのは何かっていうと、一番想像しやすい動物病院ですね。一般的な動物病院ですね。普通に街中に病院の建物があって、あるいはどこかテナントに入っていて、診療を行っている。予約制のところもあれば、特に予約なく受診して、診療してくれるようなところもある。そういった一般的な病院ですね。避妊手術、去勢手術、あるいは、その他一般的な手術も行えるし、予防とかもやってくれる、そういった病院が一次病院かなというふうに思います。で、2番目のですね、二次病院っていうのは何かというと、人間の医療で考えたら大学病院とか、あるいはちょっと大きめの、紹介状とかを書いてもらって受診するような病院っていうふうに言ったら想像しやすいかもしれません。そういったのが動物病院の中でも、存在していて、それが二次病院というような感じですね。かかりつけの先生から紹介されていくような病院に動物の方でもなっているので、いろんな科に分かれてたりします。整形外科とか神経科とか皮膚科とか、あるいは行動科もあるかなと思いますし、眼科、歯科、そういった動物の医療でもいろいろ分かれてたりします。で、そういった専門の、診療に特化した獣医師が、何人か所属しているような病院が二次病院かなというふうに思います。先ほどお話しした一次病院の先生が例えばジェネラリストだとしたら、二次病院の獣医師っていうのは、スペシャリストになるのかなというふうに思います。一次病院の先生は広く、浅くで守備範囲が広いというような感じ で、二次病院の先生は、狭くでも深くというような感じですね。一点に特化した、獣医師というような形になるかなというふうに思います。で、3番目がですね、それを今言った1次2次の中間の 1.5 次病院というのも、実際、そういった定義はないんですけども存在するかなというふうに思っています。1次病院の、病院でもある一つの分野が得意分野としてかなり深く診療が行えるというようなスタイルが多いのかなと思うので、例えば一次病院の形態なんだけれども、例えば整形外科だけはすごい技術があって、もうありとあらゆることができるとか、あとは眼科にすごく力入れていますとか、そういったような病院っていうのは 1.5 次病院になるのかなというふうに思っています。病院によってはこれも予約診療
のみだったり、あるいは普通に予約なしでも受診できたり、あるいはその、特化した分野だけ予約制になっていたり紹介制になっていたりとか、いろんなスタイルがあるんですけれども、まあ1時2時の間ぐらいにある 1.5 次病院っていうのも最近増えてきているかなというふうに思います。で、4番目のですね、まあ単科専門病院、まあこういった別にジャンル規定はないんですけれども、まあ一つの科ですね、例えば眼科とか皮膚科とか行動科とか、あとはそうですね、夜間救急とかももしかしたらこれに当てはまるかもしれないんですけども、まあ一つの診療科に特化した専門病院ですね、まあこういった病院も最近増えてきているかなというふうに思います。特徴としてはまあほとんど紹介メインだったり、しますね。で、まあ救急の場合は紹介状なくね、まあ緊急事態なんでそれはもうすぐ来てくださいっていうような感じのところがほとんどだと思うんですけど、まあ夜だけだったり、まあただ電話をしてから受診してとか、そういったようなパターンが多いかなと。で、まあ単科専門なのでね、あの一般的なそのフィラリア予防とかノビダニ、予防とか、あとはワクチンとか、そういうようなものは行っていない病院がほとんどで、まあ眼科なら眼科だけ、歯の方の歯科なら歯科だけとか、本当に専門的な病院っていうなのも最近日本では増えてきているかなというふうに思います。で、次の5番目ですね、往診病院、まあ文字通りこれは往診専門の病院ですね。まあ病院、実際に病院の建物があって往診もするよっていうような病院ももちろんあるんですけど、まあ最近増えてきているのは往診車、車とかで移動して、ある程度必要なものは全部車に機材として積んでおいて、建物とかはなくてですね、もう往診のみで診療しているような獣医師の先生たちも、最近増えてきているかなというふうに思います。あの例えばね、あの病院に行くのが難しいような飼い主さんだったり、あるいは病院に行くことがちょっと難しい、あの動物のキャラクター的にちょっと難しかったり、あるいは動物の頭数がとても多かったり、あるいはとてもサイズが大きかったりとか、それでまあ動物病院に受診するよりも往診で獣医師が行った方が全然有利だな、メリットがあるなという時はとても便利な病院スタイルなのかなというふうに思います。で、6番目ですね、まあ、予防のみの病院、まあ、これも最近増えてきてるのかなと思うんですけれども、まあ、逆にね、あの単科専門病院の、まあ、逆というか、予防とか、あとはワクチン接種とかそういったものに特化した病院とか、っていうのが最近、まあ、これも増えてきてるのかなというふうに思います。特化してるんでね、あの使いやすいかもしれませんし、うん、あの目的がはっきりしてるんでね、これも飼い主さんたちにとっては一つの選択肢になるのかなというふうには思います。まあいろんなね、1から6、まあ1から6、これ私が思いつくあの範囲のみなので、これ以外にももしかしたら、スタイルの違う病院さんあるかもしれないんですけれども、まあいろんなスタイルがあって、それぞれに特徴があるので、まあご自身の、ワンちゃん、猫ちゃんの飼育環境とか、それぞれワンちゃん、猫ちゃんのキャラクターに合わせて、選んでもらえれば、いいのかなというふうに思います。はい。で、まあ、肝心のですね、動物病院の選び方なんですけれども、まあ、まず私が、いいなと思うのは、かかりつけの動物病院を、持ってもらった方がいいと思います。まあ、これも何か決まりがあって、これをしたらここはかかりつけ病院だっていう、特に決まりはないんですけれども、何でもすぐに相談できるような獣医師さんですね。そういった獣医師さんがいる病院を、まあ、かかりつけ動物病院として、見つけておいた方がいいかなと思います。で、かかりつけ動物病院、まあ、かかりつけ医っていうのは、毎回受診してるからかかりつけ医なんではなくてですね、かかりつけ医の、条件として一番大事なのは、信頼できることですね。毎回行ってる動物病院でも、そのね、毎回、受診して診察してもらってるその獣医師の先生になんか不信感があるなとか、まあ毎回説明に納得できないなとか、あとは聞いても説明してくれない、あるいは質問に答えてくれない、でそういうふうに感じるならおそらくですね、合わないんです、その獣医師と。獣医師もそもそも人間なんで、合う合わないがあって当然なんです。飼い主さんと獣医師っていうのは人と人の関係なので、合わなければやっぱ合わないんですね。で、そこで合わない獣医師と、一回受診したから多少不信感があっても、まあ、この病院に通い続けなきゃいけないとか、いうふうに、まあ、考えてしまう飼い主さん結構いらっしゃるんですけども、そこ全く無理しないで、大丈夫です。むしろですね、ワンちゃん、猫ちゃん、ご自宅のワンちゃん、猫ちゃんが元気なうちにですね、何でも相談できて、信頼できる、
この先生の治療なら、まあ極端な話、何があっても納得できる、そんな獣医師の先生を見つけておくことが重要だと思います。なので一回この病院行ったからもうこの病院が行っちゃいけないとか、この病院の他行ってしまったら獣医師の先生に失礼だとか結構考えてしまう飼い主さんいらっしゃるんですけども、そんなのは全然気にしなくていいです。むしろちゃんと信頼できる獣医師さんを早く見つける方がワンちゃん猫ちゃんにとっても幸せなことなので、それが一番だと私は思います。で、体調がね、自宅のワンちゃん猫ちゃんの体調が悪くなってからいろんな病院を巡ってそういったね自分に合うあるいはワンちゃん猫ちゃんに合う獣医師を見つけようとしてもよほど運が良くないと見つからないです。病気の時に新しい親友を見つけようとしているようなもんなので、それはなかなか難しいので、できれば体調がいいうちにですね、例えばワクチンとか予防とかね、あるいは爪切りだとか肛門腺だとかそういったようなところで、まあ多少ね命に関わらないようなところで病院を探しておくっていうのが一番いいかなというふうに私は思います。でもし、そういったね信頼できる先生が見つかっていればですね、例えば体調悪くなった時まずその先生に相談をして、でその先生の手に負えるようなものであればその先生に治療してもらえれば OK だと思いますし、でただ病気いろんな種類がありますし、いろんな分野があるんで、まあ、人間でもいろんなね診療科分かれていると同じように動物でもいろんなものがあるんでね、例えばワンちゃん猫ちゃんがすごい大病を患ってしまった時にかかりつけのその主治医の先生がちょっと自身の手には負えないななんていうような時は結構あります。でそういった時でもですね、いきなり知らない病院に行って、あと頑張ってというよりはかかりつけの先生が紹介状を書いてくれて、でしっかり紹介してくれたと、で、まあ、信頼できる先生の紹介なら大丈夫だろうというような感じで、まあ、慌てずにですね次のステップに進むことができるかなというふうに思います。で、まあ、これはまた人それぞれの考え方かもしれないんですけど、かかりつけの動物病院も別に一つにする必要もないかなというふうに思っています。まあ、ただいろんな病院のね、なんだろう、もう特会引っかえ、受診していろんな病院を使うっていうのもまたこれも逆に不便になったりするので、これはおすすめはできないんですけれども、ただかかりつけの動物病院としてね、別に一つに固執せずに、まあ1個ではなく2個とかね、あってもいいのかなっていうふうには思っています。例えばかかりつけの動物病院さんがお休みの時にじゃあ体調崩してしまったっていう時にどうするのっていうような場合、まあ2個ぐらいあるいはまあ3個まあ2つぐらいかかりつけとしてね信頼できる病院さんがあればですね、まあその病院が休診だったらじゃあこっちの病院の先生だっていうふうに、まあ使い分けができれば、結構普段の生活を送る上でもですね安心かなというふうに思います。であとは病院によっても得意分野不得意な分野っていうのがあったりしますので、まあ飼い主さん自身で動物病院を使い分けていくっていうのも、まあ、この先、全然普通になっていくんじゃないかなというふうには思っています。はい。であとはですね、人間の方でもセカンドオピニオンとか別に今普通のことだと思うんですけども、動物病院の方でももう別に普通なので、獣医師の先生の機嫌を取る必要はないので、まあしっかりセカンドオピニオンを求めたいのであれば、動物病院、他の病院の先生の話を聞いてみるというのも全然禁止されるようなことではないので、安心して、実施してもらえればというふうには思います。まあ、ただですね、いろんな病院でいろんな意見を聞いてしまうと逆に迷ってしまったりすることもあるので、そういった時のためにもですね、まあかかりつけの病院あるいは信頼できる先生っていうのを元気なうちに、まあ、1人あるいは2人、そういった人数ぐらいの範囲でですね、見つけておくのは絶対におすすめかなというふうには思います。で、まあ、かかりつけの動物病院のですね、まあ、2番目の条件ですね。まあ、これは、自宅との距離ですね。あんまり、自宅から、距離が離れてしまうと、やっぱり病院へ行く頻度が少なくなりがちなので、なるべく通いやすい場所ですね。かかりつけの動物病院としての条件としては、まあ、通いやすい立地条件っていうのも、考えておいた方がいいかなというふうには、個人的には思います。はい。で、かかりつけの動物病院となり得るその病院のスタイルなんですけれども、まあ先ほどの分類6つあったと思うんですけど、まあ2番と4番のですね、二次病院、あとは単科専門病院というのは、かかりつけの動物病院にはちょっとなり得ない場合がほとんどです。まあ、紹介状が
必要だったりしますし、あとは予防とか一般診療というのはほとんど行ってはいないので、なのでまあ2と4、二次病院、単科専門病院以外のところから選ぶのが一般的かなというふうには思います。でこれも特に決まりはないので、まあ一次病院から選ぶことが一番多いのかなと思うんですけれども、例えばすごくこう普段からね、いろいろな、病気抱えていて、そこの、検査や処置である程度設備とかが必要になってくるっていう場合は、まあ 1.5 次の病院とかがもしかしたら必要になってくるかもしれませんし、あるいはその動物病院に行くと緊張してしまって、まあ、あるいは怖がってしまってですね、逆に体調を崩してしまうような、ワンちゃん猫ちゃんであれば往診病院がいいかもしれませんし、でまあ普段もう予防ばかりで全然元気なんだけどもっていう場合であれば、まあ予防病院とかをもうまく利用してもらうのもありかもしれませんし、なのでまあこれは決まりはないんですけども、その病院のいいところ、スタイルのメリットデメリットを考えて選んでいただければいいのかなというふうには思います。ただまあそのスタイルも考慮しつつ、でも一番大事なのはやはり、担当の、獣医師との相性、信頼できるかどうか、ちゃんと話聞いてくれるかどうかというようなところが一番大事だと思うので、まあそこに重きを置いてもらえればいいかなというふうに私は個人的には思います。でまあいろいろお話しして、しまってですね、本当はもっといろいろ長い時間ちょっと喋っちゃいたいところではあるんですけれども、まあ今回の病院選びのですね、お題の中で一番言いたいことをですね、まあもうまとめておくと、まあ一つはですね、まあ主治医は健康なうちに探しておきましょうというようなことですね。かかりつけの、獣医師さんは、まあ体調崩してから探すんではなくて健康なうちに見つけておきましょう。はい。で2番目がですね、一番重要な条件っていうのは、その、先生の条件をですね、信頼できることですね。なんか不信感あったりとか、納得できないなっていうような時は、別に固執する必要はなくてですね、まあ信頼できる先生を、まあ、他に健康なうちに、まあ、ちょっと探してみるのもありかもしれません。はい。で、3つ目がですね、まあ、かかりつけの動物病院さんっていうのは、なるべく通いやすいところを選びましょう。というようなところですね。あんまり遠いと通うのが億劫になってしまって、で、病院に行く回数が減ってしまうと、まあ、見落としどころか、見落とす前に見ることができないんでね、通いやすいところでしっかり定期的に、健康チェックを行うというのが大事になります。で、次の4番目ですね。病院のスタイルはいろいろあるので、ご自身のワンちゃん猫ちゃんに合ったスタイルを選ぼうというようなところですね。往診病院であれば、ご自宅に来てくれるっていうのがメリットになりますし、まあ、一時病院であれば、まあ、病院のね、施設があるんで、まあ、そこに行かなきゃいけないんでね。まあ、そういったところがワンちゃん猫ちゃん大丈夫なのかどうか。まあ、大体の子は大丈夫な子がほとんどなんですけど、まあ、ご自身のワンちゃん、猫ちゃんとよく相談をしてですね、スタイルを選んでもらえればなというふうには思います。で、まあ、5番目ですね、まあ、かかりつけ病院は、まあ、一つにこだわる必要はないです。はい。いろいろ使い分けてもいいので、まあ、そこをね、一個だけっていうわけじゃなく、いろいろな考えのもと、病院さん付き合って、行ってもらえればなというふうに思います。でただ最後のですね5番目の一つにこだわる必要はないというところの注意点としてはですね、いろんなところに分散しすぎるのもよくはないので、考えがまとまらなかったり、まあ、情報がまとまらなかったり、するんでね、まあ私だったらまあ二つぐらい選んでおいて、例えばどっちかが休みの時はこっちに行けるなっていうような、一応ね、予防線をかけておきつつ、いろんなお話ができるようにしておくのがいいのかなというふうには個人的には思っています。はい、今回はですね、こういった感じで、動物病院の選び方、付き合い方について、ちょっと私の個人的な意見をお話しさせてもらいました。まあ、いろんな考え方があると思うので賛否両論あるかもしれませんが、まあ、ただでも信頼できる先生を見つけておくというところは、まあ、そんな間違ってはいないことかなと思いますので、まあ、そういったところをですね、念頭に置きながら、例えばこれから病院を探すんだとか、あるいはどこにしようかまだ迷ってるっていうような方はですね、参考にしてもらえればなというふうに思います。はい。で今後もですね、こういった形でワンちゃん猫ちゃんにとって、まあ、意味のあるような情報ですね、ちょこちょこと提供できればなというふうに思っておりますので、できればですね、次回以降の動画の方もチェックしていただければというふうに思います。はい。それでは以上になります。ありがとうございました。